南日本落農共同株式会社は宮崎県都の城市を本拠とする牛乳及び乳製品メーカー。愛称はデイリー。デイリー牛乳、スコールのブランド名で知られている。南九州の落農家が生産した生乳を処理、販売する一貫体制を確立させることにより、消費者に新鮮な牛乳や乳製品を供給することを目的として、 1960年に設立。実際には同年に宮崎県南部落農協同組合における牛乳製造販売事業を株式会社として引き継いだことが当企業の発祥となっている。後には全国各地に生産拠点や事業所を抱えるまでに成長。2008年以降には海外市場にも目を向けるようになり、2010年9月に 当社製品の香港への初輸出を実現させた。なお、前期の設立時の経緯から、地元の落農協同組合が現在でも株主となっている。カノヤ工場。1969年に乳製品専門工場として建設され、2014年に食品安全マネジメントシステム FSSC22000 を認証取得している。以下、公式サイトより、以下、 公式サイトより、デイリー牛乳のロゴ、愛のスコールロゴ、高千穂牧場のロゴ、ヨーグルッペのロゴ、ありがとうございます。